じゃまれ岩本ねえトルバ岩本美樹を仕事やる気ないんかな、うん、ちょっと釣り無理やり叩き起こすわ、いただきおさんか久々に今夜中の3時だ。なんかこういう番組でやってる昔スターまでひどいよ。おミキよミキよミキよ、もう起きろやなあ、釣り行くで今さ、あ釣り行こうよ、バス動画撮られとるってめっちゃ元気じゃないですか。釣りやだよ、釣り、寝とる場合じゃない。行きます。うん、わかりました。仕事はすぐ聞かれます。うん、行くよ、はよ、起きで。ミキ、何あのティッシュペーパー怪しいんですけど。どうすか。あのティッシュペーパー何あれ、花粉症やね。やめてよ、何とかすんの、うちで行くよ、あよ。かっこいいね、カルバンクラインの。え、なになになに、仕事仕事はもう釣り行くよ。ミキ、いい足しとるね。筋トレしとるだけあるわ。もういい足しとるわ。撮ってるんですか今。うん、撮っとるよ。お前だよ、今後本名で行こう、岩本みきおで。みきお、みきおだったらもうミッキーのええよ。やじゃがいふじ今、世の中結構広いっちゅうけどさ、ちょっと窓閉めてよ。ちょっと言いてんだけど、だもうケツのちっちゃい人間増えてきたんじゃないかなと思ってるな。思わない？ちょっと思うから最近。ミッキー思わない？ミッキー、中村ミキオさん、ケツの穴のちっちゃいちっちゃいちっちゃい人間が増えてきたんじゃないかなと俺思ってるな。どう？まあ自分も日々そう思うけどね。だよね、だよ、それあるよね。セム、それあるよね。あるある、あるよね、やっぱり。だいぶあるぞ。ああ、そこを言いたかったの俺、それ今それを。なるほどね。ケツの穴がちっちゃいの増えてんじゃねえかって。あるよね。あるある。おお。ミッキーなんで同意しないの、そこ。ミッキー。いや、僕も思ってますよ。え、思ってる？まだね。いや、別に俺あれだよ、ミッキーに上下関係云々でガタガタ言うつもりもねえよ。それはちょっとちげえと思うし。ミッキーはまだね。ああ。向けてないからね、恥ずかしさがまだあるから。あ、動画に対してそういうのあるの？あるある。まあそうですね。うん、完全な YouTuber なのに。うん、ちょっとまだ照れがあるから。顔出したくねえとか。そうそう、甘えがちょっとある。いや、でミッキー、それはあれだよ、俺も映画撮ってきてさ、今まで10本、いや15本映画撮ってる、そりゃ。で別に俺は顔出してないよ別に。でそれはちょっと違くねえぜ、もうそこは。ミッキーが顔隠す、目を隠すっていうのは、まあそれとこれとは違うから、ちょっと違くね。違う。これ何の動画やこれ。もうちょっと釣り行こうよ普通にね。おう、これ芝居好きなんだよ結構。俺も好きやね。本当とか言って。おう、ミッキーの絵。ミッキーを行くぞ、はよバス釣り行くぞ。今から2時間かかるからね、こっから2時間ちょい、2時間15分ぐらいかかるかな。今3時だから、うん、着いたら5時でちょうど薄暗い時。なるほど。釣れるまで帰らんよ。だから行くよ。はい、行きましょう。うん、用意できた。はい、やろうかな今日。やる。ミドソ攻めてね。行こうかなと思ってやるか。でっかいの釣れない。うん、でもうちのメンバーってみんなあれだよね、サングラス好きだよね。そうそう、タモリかなんかに憧れてんの、タモリさんかなんかに。いやまあ自分は自分で。どうしようかなと思って。そうか。おお。自分クラスの人間が今ね車に向かって行ってんだけど、まあ二人を幸せに持った方がいいよ、俺と一緒にいられるっていう。どう全部。やっぱね。ああ。人だけ幸せだからね。自分だね。まあ自分を釣りやっぱり見せるだけだから。まあ自分もこんなね普通の日に釣りができることにね。ああ満足してるよ。やろうか今日。このでっかいの釣れ、ね、一発。まあ正直釣れても釣れんでもまあどっちでもいいかな。
やれるだけの喜び。そうだな。これが大事かね。まあやろうか。今日もね、ミドスポーツ攻めて。ミドストね。ミドストね。ああ、行こう。あれ、みきおさんは。みきおさん、運転集中して安全運転でやって。ああ。でもさ、ないない。俺最近思うんだけど。何思う？なんかもうその辺人間とかおるやん。おるね、いっぱい。ああ、だから。なんかもうあれだな、俺ぐらいになってくると全部なんか自分の子供みたいな感じだよね。なるほどね。ああ、だからもう全部自分の子供みたいな感覚だな。なるほど、ね、ああ、今バカにしない今。ちょっと今日渋いね、ちょっと。いや、俺結構イケメンやんで、普段。ああ、なるほどね。普段イケメン設定でやっとるから。ああ、設定じゃないでしょ。設定違うもん、あの本気だよ。それは素でしょ。ナルシストだって。自分もそういうとこあるから。ああ、分かるね。まあ、まあまあイケメンやで、普段。気持ち分かるよ。ああ、まあまあイケメンキャラ。まあまあイケメンの自分演じとるで。いやいや、これが素だから。素だよね。ああ、普段がね、作ってんだよね、これ。普段が作ってるっていうか、普段から二枚目キャラやで。いやいや、素で。そうかな。おう、素でイケメンやで。俺はもう結構普段自分イケメン設定。今自分結構素だよ、これ。そうだよね。じゃあ、何で無視してんの？してないです。だから俺ぐらいになってくるとさ、なんか全部子供に見えるかな、正直。なるほどね。自分の子供だと思って、だから二人のこともなんか、ああ自分の大きな子供が二人おるなって。なるほど。全部そうやな。やっぱさ、ああ、子供は親見て育つって言うから。ああ、その影響もあるかもしれないね、俺も。ああ、そっか。ああ、だから全部なんか俺も本当に今天狗じゃねえよ、別に。別に天狗っていう意味で言ってんじゃねえよ。分かった。ああ、ナチュラルにやっぱりそんな気するわな。ちょっと言いたいんだけど、はい、自分らさ、はい、ちょっとたるんでない最近。俺はそう思うで。ちょっとたるんどるで。ちょっと自分でちょっと分からんけどね。ああ、まあそういうとこあるかもしれんかな。ああ、それはやっぱ気をつけないかんし。別に俺はそれ責めてるわけじゃねえよ、別に。いや、分かってる。2人よ、分かってるよ。責めてるわけじゃねえよ、分かってるよ。だからチャガヨも1億再生出したかなんか知らんけど、はい、そんなんで天狗になったらあかんよ、はい、1億再生どうのこうので。1億5000万再生かなんか知らんけど、別に再生回数出したから偉いわけじゃねえから。そうですね。それちげえから、ちょっと、はい、再生回数出てるから別に偉いわけじゃねえから。はい。もう寝るわ。なんて、あの時、うん、あの僕途中で抜けてじゃないですか、うんうん、釣り、うん、それであの時に高橋さんが帰ってくるって言ったじゃないですか、うんうんうん。あれ普通だと、うん、帰るって言って終わりなんですよね、普通は、うんうん、で帰ってくるって言われたもんで、うん、もう一回戻ってくるのかっていうふうに聞こえるんですよ、普通は。普通が何か分からんですけど、まあね、だけどミキ、日本も広いから、結構島国だけど、そうですね、方言やっぱいろいろあるからね。そうですね、いろいろありますね。難しい。ミキ、ない、俺の言葉がそれまずいって言ってるわけ。いや、そういうわけじゃないです。あんたそういうやしか。いやいや、違います、違います。僕あれですよ。うん。その、高橋さんの方言についてかんとかもんで、僕は。うん。はい。そういうやしか、あんたも。結局は。そういうやしやったんか。ちょっとごめんなさい。ヤシってなんすか、もう。今俺の中で流行ってんだよ、このことは。初めて聞きました、ヤシって。ヤシってなんすか。そう、今俺の中で流行ってんだよ。さっきの爆笑したやつ、それ。ヤシって。ヤシってなんすか。あんたもそういうヤシか。今流行ってんだ、俺の中で。ヤシの意味がわからんぞ、もう。言葉だよ。言葉じゃあもうちょい明るくなるで釣りするよ。これ初めて聞いたもんね、さっき。ヤシってやつとかそういう意味。そういうことそういうこと。
バカにしてる俺を。行くぞ行くぞ釣り行くぞ。明るいナショナル、明るいナショナル、綺麗だね、めちゃめちゃ綺麗。さあ、この辺はいろんなね魚がいるんで、場所は秘密。いねえかな、でけえの。でけえのいねえか。セム反応あるか。反応ある？もうあと15分で明るくなるよ。水面静かだね。多分この界隈どこで釣れてもおかしくないと思うよ。結構11月はあのシャローに刺してくることあるんで、とりあえず投げて巻いていこうかな。3リルは、いろんなとこ投げてるんですけど意外に反応ないね。結構厳しいね。厳しいね、今日も、うん、今日も。いやいや釣ろうよ、まだ始まったばっかりよ。さあどんどん投げていきましょう。結構こういう風にやったらこの穴の中に入ってくる個体がいるんで、捕食場所になってるんですね。この間に魚を追い詰める。だからここ通せば結構簡単に出ます。当たらんでしょ。なんで当たらんか分かる？だからみんなと同じことやってたらそれは釣れない。ああそういうことか。うん、だから向こうでやってる人みんな今見て誰も釣れてないでしょ。でみんなと同じような竿の動かし方してたら絶対釣れないんで、こう竿があったらね、この竿がこうあったらこうやってこうしないといけない。ああ振動で、だから電動マッサージみたいな。ああその振動が細ければ細かいほどワームにそれが伝わって、あのみんなみたいにこうやってふわふわってやってる動きはもう分かってる場所だ。ああそういうことか。うん、だからふわ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 って、まあこうヘビキャロリーグっつって投げてふわふわってやる動きで食うバスは三流のバス。ああもうここにはもうじゃあもうそれ慣れちゃっとって。いやだからそれで食うやつは俺から言うても三流だわ、はっきり言うけど。だからこうやった時に手元でこうやって微振動加えて、とにかくブワーって、でこの微振動に対して食ってきたやつはもう一流だって。また倍、3倍釣れる。もう今そう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 、そう、あもうもっと細かくも両手使わないか。そうそうそう、だから電動マッサージに手をする。だから電動マッサージに持ってきて当ててもいい、そこに。ああそういうことですか。うん、それでその微振動がこの P ラインって糸電話のみたいにつながってるから、はい、バスに微振動がいくの。その時に初めて釣れてるバスが食う。なるほど。そう、それやってやり続けて。この辺もね軟骨に出没してますけど、秋山さんやってますけど全然釣れない。俺も釣れない。俺飛距離を出したいから芋で遠投してね。さっきあの辺でね60かバーン跳ねたわ。うん、15分前にどっさー飛び出した。うん、こっからまっすぐ 200m のとこでね。で俺は芋で遠投して微振動で加えて電話攻撃やってんだけど全然釣れねえっていう。せやも釣れんでしょ。 このバス釣れてるわ。うん、釣れてるし、もうやる気がないわ。やる気のないやつってもしゃあないでしょ。ここに今30センチぐらいが入ってたんだけどさ。あ、マジ、うん、あ、じゃあ芋入れてみよう。芋俺が入れたろ。ちょっと穴の中、穴の中だから、ここのバスにこの時はこうやってあるんですよね。こうやって芋の中入れたい、うん、中に入れといて見える。今あん中芋入れたから、でここで微振動。これでも中のはさ警戒心が濡れとるから、うん、マジで来るんだよ。でここで四国で、うん、腹の中で読んでるから、こうやってさビョーン入れて、うん、一発はい。今はね10時なんだけど朝からやり続けて全く釣れない。釣れないよねここ。すいません、ね、ここ魚いないんだって。騙されてるぞあれ。 YouTube って嘘多いから。そうだ、ね、全然釣れんここあ、ちょっと正確に言えば1ヶ月投げ続けると1日ぐらい釣れるかもみたいな。なるほど、ね、そんなレベルよ
い、でね、普段僕ね南高に来ないんですよ。ただ今回は特別に自分がネットで YouTube でとんでもないとんでもない女性がいるってことで、それもナンパしてきたわ俺。ナンパして、最近も YouTube でナンパに勤しんどん。なるほど、今声かけて俺が口説いたから今お願いしてきてもらってる。なるほど、まあ多分まあ俺らもまあまあイケメンや。笑っちゃってるから大丈夫か。いやいや全部イケメンや。俺前からイケメンだなと思ったん。まあまああのイケメンキャラいけると思うよ。素だよね。いけると思うよ。素だよね。高校会ナンパ成功しました。やっぱりあの声あの勇気皆さんあの持ってください。やっぱ女性に対して臆病になっちゃダメ。なるほどね。攻めていかないと。来ていただきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お名前伺っていきましょう。はい、キビッタ姉妹のお姉です。チャルです。お姉とチャル。お姉とチャル。お姉とチャル。あ、お二人も並んで並んで触っちゃ触れないでね。あのセクハラは禁止になってるから一切触れないでね。一切、うん、指一本。今日お願いして来ていただいたって。なるほど、高橋くんが。そうそう、はい、あのいやなんか面白い釣りガールがいるなってことで取材に来たんです。ありがとうございます。女の子は多分売れるからね。売れますかね。本当売れるとありがたいんですけど。いやでもお会いしてちびっちょ姉妹のあのなんとなく分かりました。分かりましたか。あの動画だと大きく見えるんですよね。あ、よく言われます。160とかそういう165のイメージだけど結構小柄。すごく小柄なのでちびっちょ姉妹なんです。はい、じゃがいも絡んで、はい、あの、はい、あ僕まだ挨拶がまだなんで、あ、挨拶して、あ、挨拶して、じゃがいもです。よろしくお願いします。お礼です。楽しみで仕方がないですけど。かっこいいそうですね。ですか。何色です。これは見たことない。リールもこれはやばい。私もよく分かってない。あんまりよく分かってない。うん、結構年季の入ったバスですね。黄色い竿で。そうです。で今日はこんな感じで。あ、それちょっと。これ何ですか。一応ダウンショット。あ、それ何なんですか。これはなんかシャッド。あ、中古。あ、中古。あ、サーモ中古。サーモ中古で、これもね、ちょっとあの中古で買ってみたんでメーカーがわからなかった。だけどこれこの竿見た目かっこいいと思うな。めちゃくちゃ。目立つ。うん。お姉さんはこれ。これはこんな感じです。これも中古？これはこっち新品でこっち中古ですね。アブガルシア。はい、こっちもですね。アブガルシア。バス歴は何年ぐらいなんですか？まだ3ヶ月程度です。あ、なんでバス釣りを、まあ、やってみたいなみたいな。そうですね。やってみたいなから始まって、面白いじゃんみたいな。ハマっていきまして。やりましょう。じゃあ、はい、全く知らないけど。ちょっと朝からやってるんですけどね。まあ4時間釣れないですよね。4時間釣れない。それでまあ2時間で頑張る。2時間で僕が見る限りバーっていっぱい釣りしてる人いて、はい、誰も釣れてないんですよ。マジですか。この4時間反応がないっていう。でもそこを釣ってこそちびっちょ姉妹。いや鬼おれば誰か釣れるかな。釣れるかな。行きましょうか。行きます。ちょっととにかく坊主のまま帰れんから。ごめんなさい。初コラボじゃない。そうですね。あ、2回目か。女性は初めて。そうですね。うん、専務もね。あ、でも今日イケメンだわ。ああ、いや、いつもやけど。いやね。そうですね。いや、ちょっと惚れないでくださいね、うちの専務に。結構イケメンで撮ってるんで。まあまあやばいです、専務は。気をつけます。専務には危険ですよ、あのとこは。いや結構専務はあれやん。でも惚れさせちゃうとこあるからやめて。ほんとなんかテクニック使うの。テクニック。ああ、そのテクニックちょっと見てみたいですけど。あ、もうですね。あの釣れた時のあのポーズ見せてあげて。あのできるって。照れてできないんじゃない。大丈夫。俺はできる。できる。やりきって YouTuber としてやりきって。多分ね、うちの中だったら流しの動画絶対できない。あ、俺もできるけど俺出れないじゃん、人見知りだから。